アローハというわけで、今日はハワイ4日目です。朝の10時を回ったところなんですけれども、今日もアウラニの甘々で朝食を食べたいと思います。雨季なのもあって、ちょっと天気がね悪いんですよね。風もちょっとあって、ちょっとで肌寒いので天候がねちょっと残念なんですけれども、朝昼兼用になるんですけれども、結構美味しかったよな。では行きましょう。 GO! 昨日私は、このバターミルクパンケーキマカダミアナッツバニラソース添えというのを頼みました。どうしよう、迷うな。料理が到着しました。オムレツとアウラリポテト添えというのを食べました。さっちゃんはサンドイッチ、あサンドイッチはなんかハンバーガーみたいな、でかすぎる。ママはサーモン&ベーコン、自分で挟む感じ、かなりヘルシー。この方はもうどこ行ってもロコモコしか食べない。どうですか、美味しい。でかすぎてさ、なんかどうやって食べる、切って食べたらもうかじりつかれへんやろ。中がねすごく美味しそう。卵とベーコンが入っています。すごいチーズ。いただきます。どう食べ、今今日どうするかっていうのを決めてるんですけど、違うビーチ行ってみようかなって言ってたんですけど、ちょっと天気が曇りで温度もちょっと低いんで、ちょっとどうしようかなって言ってて、横のあのパタゴニアも行っときたいやん。そこまで行って歩いて行けるし、横にもショッピングモールあるらしい。パタゴニア入ってるから、なんかパタロハの T シャツをお土産とか自分用とかに買いたいんですけど、じゃあ今日はビーチを変更して、買い物デートします。かわいい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 。ほんとに顔なしさんですか。もっとかっこつけて。いいよ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 。アラモアナショッピングセンターに到着しました。よく見たな。アメリカにも受けるネタやったね、今の。やったやん、眉毛。スーザン。スーザンどうなってんやろな、つづり。無事購入。名前はスーザンで、スーちゃんちょっと緊張して、スーザン。今回初のピンクドリンク、一番大きいサイズいっときました。いちご入ってます。スーザン。いただきます。2年ぶりのあの味、細胞レベルで染み渡る。今アラモアナで買い物をして、だいたい見終わったので、今からアラモアナショッピングセンターから徒歩10分ぐらいの距離にあるワードセンターというショッピングモールに行きたいと思います。ちょっとアラモアナしかショッピングセンター行ったことないので、他のところも行ってみようと思います。あと3分、無事到着。この時に私が訪れているワードのパタゴニアは10年間の営業を終了し、2021年2月の18日に新店舗でリニューアルオープンしています。次ハワイに行った時は行きたいと思います。2回目のパンダエキスプレスやん。やば、その入れもやばいな。映画でめっちゃ出てくるやん。
丸うまない。ニンニクすごい。ぜひ万代クスペースに来た方は、照り焼きチキンっていうメニューと、オレンジチキンっていうメニューと、すーちゃんが昨日頼んだの、あれだっけ、ブロッコリービーフっていうやつをぜひ頼んでください。もうね、うますぎ。はい、パン。今からこのビキというレンタサイクルを使ってアラモアナまで家族4人で爆走したいと思います。雨が降っているため歩くとかなり時間がかかるので、この自転車に乗って時間を短縮したいと思います。1人3ドルです。3つのボタンを押して1 1 3 1 1 3。 OK、 行こう。1 3 1 1 3。うん、はい、緑になったら抜く。重っくり引っ張ってん。そう、あ、緑になったら抜け。入れるとこまで。歩いたら20分ぐらいかかる距離なんですけど、このビキという自転車で約5分ちょっとぐらいで着きました。サドルの高さも変えれるので、私155ぐらいなんですけど、一番下まで下げたら全然乗れました。こういう風に空いていたらこうやって返せるので、そのままどっかに行くこともできてすごく便利です。まあ、乗りやすい自転車かなと思います。アラモアナショッピングセンターから車で10分ちょっとのカハラ地区にあるホールフーズにやってきました。はい、なんか田舎のショッピングモールっていう感じなんかアメリカのローカル感すごいな。ちょっと外もね、だいぶ暗くなってきたんですけれども、初めてのホールフーズマーケット、3回目にしてやっと初めて来ることができました。オーガニックのものが結構多い、なんか地元の農家の方を支援してるみたいな感じでメイドインハワイが多いみたいです。初めて入るのでちょっと行ってみたいと思います。行きましょう。今日はハワイ初のアルコール、ビッグウェーブ。Yeah. Yeah. これ何味が一番美味しいんですかね。4種類ぐらいあったんですけども、この青、ビッグウェーブと、ファイヤーロック。ファイヤーロック。もう名前的になんかこう苦そうやけどね、ファイヤーロックを買ってみました。あと緑と赤があったんで、ちょっとそれも飲んでみたい。アメリカはポテトチップスをディップする用のソースっていうのが売られてて、これいろんな種類があるんですけど、これがね、またね、味が変わって美味しいんですよ。はい。今回はこの味変えましたけど、いろんな味があるんで、こういう感じでディップして食べます。あ、ま、レイズのフレンチオニオンの味を変えました。美味しいです。皆さん、こんばんは、鈴鹿です。本日、ハワイ4日目、無事終了いたしました。はい、お疲れ様です。今日はですね、朝起きて天候を確認したところ、かなり曇っていまして、風もきつい、温度も少し肌寒いということで、プールもね諦めて、今日はもう一日買い物をしていました。レンタサイクルのビキというものを利用しまして、このハワイで初めて自転車に乗りました。もう少し天気が良かったら漕いでても気持ちよかったんかなと思うんですけど、なんせ雨が降ってたんでね、必死やったのでちょっと漕いでる途中のね動画とかあんまり撮れなかったんですけど、ホールフーズにも行けて濃い一日だったなと思います。ちょっとお父さんがお風呂入り出してうるさいんで、私たちはもうそろそろ寝たいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ハワイ5日目でお会いいたしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。リバイバルハワイスタートということで、シーズン2は過去最長8泊10日でハワイに行ってきました。次回のビデオはシーズン2 Day 5をお届けいたします。マハロフォーウォッチング。バイガイズ。